皆さん、こんにちは。1970年代後半からアイドルとして活躍し、多くの人を魅了した高田瑞恵さん。息子の事故の実態に言葉を失う。今日は高田瑞恵さんのことについて紹介します。まずは高田瑞恵さんの経歴とプロフィールから紹介します。高田瑞恵さんは1960年6月23日生まれ、鹿児島県のご出身です。高田瑞恵さんは実家のことをあまり公表していません。ですが、テレビなどで少し情報が紹介されたこともあるようです。2015年に放送された芸能人親子の涙の初告白 SP では、愛理さんが母のルーツを探るという企画があり、高田さんの母親である千恵さんが登場しました。高田さんの父親はすでに亡くなっており、千恵さんは一人で暮らしているのだとか、番組の中では上京の際の思い出などを語っていたようです。2023年現在も一人暮らしかどうかは分かりませんが、テレビで娘や孫の活躍を見て元気をもらっているのではないでしょうか。高田瑞恵さんにはお兄さんがいます。2018年、高田さんのお兄さんがリゾート施設関連会社の男性から600万円を借り、返済を済ませていないことが週刊誌で報じられました。その際、高田瑞恵さんのコメントも掲載されています。兄とはもう何年も会っていないんです。私も今の状況で精一杯で、私では分かりかねるというところでして、連絡先も知りません。兄とは連絡を断ちたいのです。肉親ではあるものの、一切関わりたくないようです。お兄さんは以前から問題を起こすことが多かったのかもしれません。高田瑞恵さんが結婚した旦那は大相撲力士として活躍していた若嶋津睦夫さんです。高田瑞恵さんは若嶋津睦夫さんと結婚した年の1985年に芸能界を引退しました。引退後は自身のレコードや出演番組のビデオ、数多くの受賞トロフィーは全て手放していたようで、完全に芸能界を切り離して一般人として生きていくことに。なぜ彼女がそこまで芸能界から距離を置いていたのかは分かりませんが、おそらく自身が完全な一般人になりたかったからではないかと思われます。若嶋津睦夫さんは現役時代、南海の黒ひょうの異名で知られ、非常に高い人気を誇っていました。最高位は東大関で515勝330敗に11休という戦績を残しています。高田瑞恵さんと若嶋津睦夫さんの慣れ始めについては、雑誌の対談だと言われています。二人はこの対談を機に意気投合し、以降はプライベートでも会う仲にですが、二人が婚約を発表するまでは公に交際をにんめることはなく、秘密裏に愛を育んでいました。高田瑞恵さんの旦那である若嶋津睦夫さんは、実は元踊り児高田瑞恵の大ファンで、出会いのきっかけとなった対談の中で、好きな女性のタイプは？と聞かれ、高田瑞恵と答えていたのは有名な話です。そのため、この対談以降二人は熱愛の噂が絶えず、結婚の前年に結婚報道が流れるなど、注目のカップルだったようです。若嶋津睦夫さんは高田瑞恵さんが引退した後も力士としての活動を続けていましたが、結婚後は不振に陥り、怪我や病気、糖尿病を発症するなど苦労が続きました。その結果、1987年の7月場所3日目に現役引退を表明、大相撲の世界から去ることになりました。若嶋津睦夫さんは大相撲引退後、松金親方として活動。当初は双子山部屋の部屋付き親方で、若かりし頃の花田勝さんや花田光二さんの指導も行っていました。1990年からは双子山部屋を独立し、新たに松金部屋を立ち上げ、親方としてより一層後進の指導に当たっていました。結婚後は一男一女に恵まれ、相撲部屋のおかみさんとして充実した生活を送っていた高田瑞恵さん。しかし2017年、二所ノ関親方をアクシデントが襲います。10月19日、二所ノ関部屋のある千葉、船橋市の路上で、自転車に乗ったまま転倒し、頭部を強打、泥だらけで倒れているところを通行人に発見されたのです。
直前にサウナを利用していたことからヒートショックが疑われ、直ちに搬送されて数時間に及ぶ開頭手術が行われました。生活習慣病のリスクが高いメタボ体型が多い親方衆の中で、二所ノ関親方はスタイルも良く健康にも留意していたとあって、角界に走った衝撃は大きかったようです。 ICU で眠る親方の傍らには妻の水江さんが片時も離れずに寄り添っていたとのこと。一時は意識不明の重体になり、脳へのダメージも心配されましたが、懸命のリハビリの結果徐々に回復、翌年の夏には公の場に元気な姿を見せています。2020年2月には娘の愛理さんが二所ノ関部屋の祝賀会の動画を公開、夫妻が歌声を披露している姿を確認できます。愛理さんは両親の近況をたびたび SNS にもアップしていますね。動画を見る限りは順調な回復ぶりがうかがえる親方ですが、体重が減って痩せたせいか実年齢より少し老けて見えるのが正直な感想です。2023年1月に66歳を迎えたので、定年となって部屋経営から引退するまであとわずか。くれぐれも体調と相談しながら無理のないように親方業を全うしてほしいですね。高田瑞江さんの子供は息子一人と娘一人です。結婚後1986年に生まれた長男はかつて俳優やタレントとして活躍していた勝信さんです。長女はそれから3年後の1989年に出産した愛理さんです。勝信さんは高校卒業後にイギリスへ留学、帰国するとテイクオフに所属し芸能活動を始めます。デビュー作は2011年のテレビドラマ幸せになろうよ。香取慎吾さん演じる結婚アドバイザー高倉純平の後輩である板倉慎二を演じました。その後も川家の四姉妹、非岸島などに出演、武蔵野線の姉妹、タイガーマスクなどの映画にも出演し、少しずつファンを増やしていきました。芸能界での活動を決めたのは母である高田瑞江さんのアイドル時代を知り影響を受けたからなのかもしれません。イケメンと人気になった勝信さんですが、その活動はあまり長く続きませんでした。2014年のドラマや舞台への出演を終えると芸能界からの引退を発表します。その後に所属したのはタブレットによる小学生向け通信教育サービスリス算数などで有名なリスジャパン。2023年現在の勝信さんは営業マーケティングチームのリーダーを務めており、販売全般のマネジメントと担当しているそうです。芸能界とは関係のない仕事のようですが、以前から教育に深い関心を持っていたのかもしれません。子供たちの未来に関わる仕事なので高田さんも応援してくれているのではないでしょうか。勝信さんは2019年に結婚しています。一般人になってからの結婚なのでニュースにはなりませんでしたが、妹の愛理さんがツイッターに結婚式の写真を投稿していました。結婚式で勝信さんは家族4人でここにいられることが幸せと語っていたそうです。実は若嶋津睦夫さんは2017年に怪我で入院しており、一時は意識不明の重体になっていましたですが、若嶋津さんは奇跡的に回復し結婚式にしっかりと参加しています。苦しい時期を乗り越えて家族全員が揃ったことで勝信さんは幸せをかみしめていたと思われます。高田さんもその気持ちは同じだったはず。元気になった若嶋津さんと長男の結婚式に参加できたのは何よりも嬉しかったことでしょう。高田瑞江の娘である愛理さんも女優として活動してる芸能人、彼女はもともとファッション誌エッジスタイルのモデルとして活動を始め、翌年から女優業もスタート。以降は舞台を中心にドラマや映画にも出演し活躍しました。ちなみに芸能界を目指したのは大学2年生の頃だそうで、両親に相談したところ応援すると彼女の活動を後押ししてくれたのだそうです。愛理さんは2016年に母親の高田瑞江と共に人気トーク番組徹子の部屋に出演したことがありました。この時は高田瑞江さんと若嶋津睦夫さんの結婚披露宴を振り返ったり、
現在の様子を語るなど大いに盛り上がったようです。愛理さんは2022年3月に自身のインスタグラムにて2021年10月に結婚していたことを明かし話題になりました。彼女のインスタグラムには旦那と写った2ショット写真を披露していて、一般男性である旦那はイケメンだと話題になりました。愛理さんは現在 YouTube にて愛理チャンネルというチャンネルを運営していて、日々自身の母親がおかみを務めている相撲部屋の様子を発信しています。これからも高田瑞恵さんの家族全員で幸せな生活を送ってほしいものです。高田が8年間という短い期間にヒット曲を連発していたあたり、歌唱力は80年代でも群を抜いて優れていたといえます。また40年以上の前の曲であるのにもかかわらずサブスクリプション化されるあたり、高田の人気はいかに根強いものであるかが想像できます。令和の再ブレイクを果たすことができたら、往年の人気を取り戻すことも夢ではありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。